日清ラオウ。日清ラオウは日清食品から発売されているカップラーメンおよび袋入りインスタントラーメンの各種シリーズ製品。1992年9月から発売され、2010年8月まで生産された初代は一般的なカップラーメンで採用されている乾燥麺ではなくレトルトパウチされた生タイプ麺であることが特徴の商品であった。ラオウは日本で作られた 長期常温保存可能な生タイプ麺のカップラーメンとして、1991年7月発売の、明星食品、夜食亭、生タイプ醤油ラーメン、味噌ラーメンに続く商品であった。同時期に、東洋水産からも生タイプ麺の製品が発売されていたが、同類の競合商品は夜食亭を含め数年で撤退している。初代は年間300億円を売り上げたこともあったが、 社内外で高品質、高価格帯の競合商品が増加したことで競争が激化して市場占有率が年ごとに落ち込み2010年8月2日に生産を終了した。初代が生産を終了してから1ヶ月を経ない2010年8月24日に独自の特許技術によるノンフライ麺を採用したら王を復活すると発表され9月6日から 現在の2代目が発売された。JR 渋谷駅ホームでアンテナショップとして日清ラオウ袋メ屋を営業し、調理した商品が提供される。2017年に発売から25周年を迎え、2018年1月に初代ラオウの復刻版が限定発売された。醤油と味噌の2種類で、初代の生タイプ麺のつるみともちもちした食感を、 ノンフライ麺で再現し、当時のパッケージを復刻した。など。初期には、生タイプ麺の質が評価されたことや、同タイプ商品市場が急成長したことで、発売2年目の1993年には、約1億5360万個を売り上げた。1998年4月20日に、希望小売価格、税抜きが、 旧価格の250円から200円に値下げ。同年11月2日には冷凍カップ麺シリーズの冷凍日清、ラオー醤油、味噌を発売。1999年8月2日のリニューアルにて、これまで湯切りが必要だった調理法が麺の製法や材料の配合を変更することで湯切り不要とした調理法に変更。2000年以降。 カップラーメンは高級タイプのノンフライ麺が質を高めてきたことやコンビニエンスストアを中心に地方食を強く出したご当地ラーメンや有名店の味を再現したご当店ラーメンを取り入れるなどバリエーションが拡大し2000年代初期当時180円以上と区分された高品質、高価格帯の商品群が活性化し競合商品が増えた影響でラオウのシェアが 低下傾向となっており、下記のようにたびたびリニューアルが行われた。日清食品においても、1990年代末期から2000年代にかけて麺の達人、麺職人、行列のできる、店のラーメン、豚といった、ノンフライタイプのカップ麺が、次々と発売され、ノンフライによって生麺に近い味わいを出す技術が、向上したことから、ラオウの優位性が低下。 年々シェアを落とし2000年内中期以降は売り上げが落ち込んでいた。2010年7月26日、全国紙にラオウ終わる。と題して2010年8月末に生産終了する胸の全面広告が掲載となり特設サイト、口述が開設され、日清食品はラオウの生産終了を発表した。初代ラオウの生産は 当初発表の8月末予定より前倒しの8月2日をもって終了した。2010年7月30日より特設サイト、ラオウ追油式典、追悼ならぬ追油。追悼に、ラーメンに注ぐ、湯を引っ掛け、追油と表記している。また、ツイッターの、つぶやきを表す、ツイートの意味合いも込められているを解説し、全国のラオウファンから、石物のコメントを、 ツイッターで募集し、抽選で、ラオウ1ケース、12個が当たるキャンペーンを8月20日まで開催した。期間中、20万件を超えるツイートが寄せられた。初代、ラオウの生産終了から20日以上が経過した2010年8月24日、日清食品 HD は新技術による独自製法で開発した次世代、ノンフライ麺を採用した新たな ラオウを発売することを発表。9月6日、2代目ラオウが関東、甲信越、静岡地区より発売開始された他地域は10月4日発売。キャッチフレーズは日清市場最高傑作。ラオウのブランド名を復活させた経緯と理由については、新製法の面を採用したことから別ブランド名も検討されたが、その時代の最新の技術を搭載した。 最もうまい麺につけるブランドが、ラオー同社専務より説明が行われ、名称決定の時期は2010年の春先であった。これらの経緯により一部では、批判的な意見もある。口日参照。二代目ラオーは高品質のノンフライ、太紙麺、ストレート化を実現するために、同社麺開発担当者を総動員し、機械メーカーと共同で、温度、 圧力などの要素を従来より精密に微調整可能としたラオ専用製面設備を開発する巨額投資を行った。その設備で面の歯応えを専門見せ並みになるよう追求し何千もの試作を重ねて一年がかりで生み出された製法、太子ストレート面製法と三層面製法を組み合わせた三層太子ストレート製法により、 従来のインスタントラーメンで実現できなかった麺の太さと新たな食感を実現したと同社は説明している。麺の最終型が同社社長の審査を通過し実行指示を出たことで生産仕様が確定したのは発売2週間前の2010年8月であった。申請法を採用したことで麺の高品質化を達成しながらコストを抑える子に成功し、 費用配分の変更が可能となったことで、具材においても質、量の向上を果たした。その評価については、レビューにおいて一定の肯定的な意見もあるが、一方では乾麺を採用したことで、生タイプ麺時代にあった特有の食感がなくなり、個性を失ったなどのような批判的な意見も寄せられた。進む勇者が発行している雑誌マンクロの2010年11月号では、 がっかり製品ノミネート・オブ・ザ・イヤーとして取り上げられた。2010年、日本食料新聞社の制定する食品ヒット大賞を受賞している。2010年8月から9月にかけて、初代から2代目の移行の際、生産終了などと消費者を煽った上に直近に行われる予定のフルモデルチェンジを明確に公表せず、1ヶ月も経たない期間で、同ブランド名新商品の発表。 発売を行う手法には消費者からの反発が相次いだ。インターネット上などにおいても閉店商法だ、追輸商法にしてやられたとの批判上がった。2011年11月7日に全国で発売された東洋水産のマルちゃん製麺が大ヒットし、これに追随する形で2012年8月27日にノンフライ麺のラオーでは 初の袋麺タイプが関東、甲信越、静岡地区限定で発売された事実上の先行発売。発売前に詳細を伏せて客に試食させるイベントなどで生麺に近い食感を PR した。その後、2013年1月28日に中部、近畿地区で発売開始した後、同年3月25日にようやく全国で発売開始された。 ラオーからは、これまでにタイアップ商品も発売された。すべて生タイプ麺を採用している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。